親子だいぶああご連金が終わってやっと安いです疲れがたまってたな麻生太郎がいいことを言ってたな、うん、あれ,あれ麻生太郎の名言かなええー、朝は希望と泣ったっけ 一人ぐらいはドラマいか進捗ぐらいは報告や <laughs> はい、どうでしょうまあ、どうまず腕い。<え> い,い <laughs> 行きましょう <coughs>。今日はパーカーを買いましたこれも900円このパーカーかっこいいと思うけどあとこのバンズの靴これは700円でした はいみなさんこんにちは今日はですねこの前の動画フランチャイズの件かなにアンサーしていきたいと思いますこれはね今回はねあ,あのー、常連様 に反論していくわけです,なんすんで、ちょっと気が引けますけど、あのー、このチャンネルはね、忖度はしたくないんでね、えー、しっかりと反論っていうか、まあ、自分の意見ですよね。をしていきたいと思います。えー、まず、今回、ヤナさんと、 シャトブリ参加このお二人の方はね、まあ、説明すると初期の頃からの多分本当に支えてくださった大事な大事なお二人様でございますまあ言うなれば常連客様ですよねだから本当に感謝してるという2人とも本当いつもコメントしてくださって温かい言葉をいつも。 ありがとうございますこの場を借りて感謝いたしますだからねいつもアンサーしてる人たちとはちょっと違うんですよね常連様なんでただね俺思うんですよなんかね誰かが言ってたよなあれ記事で女のかないい人いい人の人になんか一人一人のいい人ってなんだろうって何かあったんですよそういう記事がいい人とは その人の意向に沿った行動してくれる人がいい人らしいんですよ。これって自分の思ってる理想としてることをしてくれる人がいい人なんですよね。その人にとっていい人。だからみんなからいい人って言われてる人は一人一人のにとっていいこのこういう人がいい人っていうのに沿ってる人がいい人らしいんですよ。だから ちょっと行こうがだんだんそれてくると、この人いい人じゃないな。とかそういうなってくるそうなんですよ。うんだから、なんかいい人は目指さない方がいいっていうのはなんか？なんかの記事読んだんですよ。ああ、なるほどなーってなんかよく会社とかでもね。あの人最近なんか変わったよね。とかそういうことたまに聞くんですよ。確かになんか最近イライラしとるよね。あ、昔はあんな良かったのに。でもそれって。 あのその人からしたらいい人じゃなくなってるかもしれないんですけど例えば会社にとってはよりいい人になってる可能性もありますし、あのー、他の人にとって上司とかからしたらいい人になってる可能性もあるしじゃあ部下の、あのー、一生懸命がん頑張ってる人に対してはからとってはいい人に変わってる可能性もあるんでじゃあ,、まあ例を挙げるとじゃあいつも こうサボったたり一緒にワイワイイししてくる上司がいましたとおちゃらけてねそういう部下はちょっと自分がサボったり楽しくやりたいタイプのいたとしたらいつもおちゃらけてサボってくれたけどその人はその人にとっていい人だったけど途中で上司からその上司の人の上司から怒られてお前それじゃ管理職務まらないよってもっと真剣に仕事やれよって怒られてちょっと態度,態度というか意識を変えて一生懸命働いて いやもっと一生懸命やろうよと言い出したら「あ最近あの人変わったよね」という可能性も出てくるわけですよ、うん、だからそのいい人を続ける必要はないと思うんですよ俺の考えとして、うん、だから俺は今日常連様にも自分の考えをはっきりと言っていかなくちゃいけないと思ったんです げてんなしゃべりながらでもやっぱこう動画映ってるとねここら辺の隙間が危機になる。という意味でもねなんか本当に「クズな人にだけ意見する」っていうのはねクズって言ったらあんま失礼かはなんかそれって忖度してると思うんですよそういう人たちにだけなんかこう文句を言うというかねだから今回は絶対頭がいいであろう。 ヤナさんとかシャトブリさんにもちゃんと自分の意見を伝えていく自分の意見をしっかり伝えていくこれが忖度なしという俺の正しい生き方だと思うんですよ俺ねあの,あの岡本太郎とか好きなんで「自分の中に毒を持って」という本結構好きなんで、うん、これは人生とはね自分を貫き通すためんなんかちょっとここ忘れたなことに一番重要だと。 結構自分の自分を貫き通さなかったそれは人生じゃないということなんですよ。だから誰であってももう、例えばこれがコメントした人がね、俺のチャンネルまあありえないけど、じゃあスティーブ・ジョブズがコメントしてきたと、ね、イーロン・マスクがコメントしてきたと、それにもしっかりこう自分の意見を言える。これがね、自分の生き方、自分をしっかり通す、貫き通すってことなんですよ。という意味ではね、常連様、もう、 普通はね、こういう常連様っていうのは多分受け流した方がね、チャンネル的にはいいんですよ、多分。これでね、反感食らってしまったら、常連様が減る可能性だってあるわけですよ。いつもコメントしてくださったり、コメントしてくださるってことはね、チャンネルにとってめちゃめちゃいいことなんですよ。なんでかというと、検索率が上がるのかなって回数が伸びるんですよ、これコメントしてくださるっていうのは、えー、 私からした神様なんですよでいつもコメントしてく,らくださるこの常連様っていうのは本来反論したりね自分の意見を言うべきではないんですよはいありがとうございますとただね俺はねそういう生き方はあんまりかっこいいと思うタイプじゃないんでねということで読み上げていきましょうかはいえー、常連様ですねまずシャトブリ様ですね様とか言ってまた 忖度してるって言われるかね、シャトブリさんでいきましょう。はい、読んでいきましょう。フランチャイズにこだわる理由は経験からでしょうか確かに、土台を誰かに決められて、その上で働くのは簡単です。飲食フランチャイズは金、金があれば比較的すぐに始められますので、ただ、収入や人間関係とかなり難しいですよ。潰れる可能性が大です。それも、年を取ってからだと、人生復活のメモです。 多分、励めがさん、メガさんならご存知だと思いますと。まずね、ちょっと優しさに溢れてるなっていうのはね、多分、励めがメガさんならご存知だと思いますと。こういうちょっと思いやりのある言葉があるとね、うん、なんか、ありがとうございますという気持ちにはなりますね。ここでね、やっぱ思いやりを一言入れてる、入れてないというのはね、やっぱ人間関係において大事だと思うんですよ。 例えばここでこでの最後の一言がないとあただ文句言いただけなのかなと思ってしまうんですよやっぱり人間なんで俺もそこでいい人俺いい人ブルータイプではないんでそれで「はーっていう気持ちには多分なってると思うんです多分誰であってもよくね俺松下幸之助も昔好きだっ,たって結構読んでるんですけど「あの道、ー」という本で見てたんですけどね素直さが一番 成功,す成功するっていうかなんか人にとっては大事だみたいなことを説いてあったんですけどただね俺松下幸之助にも噛みつくんですけどね俺どちらかというと松下幸之助より今はね岡本太郎派なんでねなんか素直さなんか人間素直さ素直さって言うけどなんか素直にめちゃめちゃ素直な人でも全然うまくいってない人とかね うんなんかそれ違うんじゃないのっていうこともあるんでね全部素直にこう受け取るのもどうなのかねっていう時はあるんですよね自分の芯をしっかり持つということは大事だと思うんですよ、うん、でまずフランチャイズにこだわる理由は経験からでしょうかというところですねこれはその通りですこれはあのー、自分が高1の時3年オーナーの元で働いたんでこのオーナーがね あのー、めちゃめちゃ羨ましかったんですよ。俺、もうその時朝10時ぐらいに出勤して夜中2、3時まで働いてたんですよ。この時も本当やばかったんですけど。で、同僚が自殺したっていう昔話したんですけど、もう休みゼロですよ。休みの日もお前独立社員だろうっていう雰囲気出されて、お前分かってんだろうって。オーナーがそのと権限あるんですよ、独立のサインを出す。 こいつは独立しても OK っていうサインが出たら次試験があるんですよここ1の。で本部の人も認めたらあとは結婚してるかここ1でね結婚して奥さんがいるかどうか重要なんですよね。そういういろんなことを通過したら独立できるとまあ、23000万円借金してですけどその時のオーナーがねあのもう俺たちに任せてあのその時の店舗の隣にインターネットカフェがあったり漫画喫茶があったんですよ。そこにいつも車がオーナーナ泊まってて ももういつも漫画記載出たんですよでたまーにふらっと店に来てあの旅行パンフレットみたいなのがなぜか店に送りつけて来られてたんですよ。あ来てたみたいな。旅行パンフレットみたいな。今度行こうと思ってんだよねみたいな。でだからまあ悪い人じゃなかったんだよ。今となってはあの地獄のような日々もねなんか地獄のような日々だったけど充実してたなーっていうのはあるんですよ目標に向かってひたすら頑張ってた期間。うん。 ただ毎日本当に拘束時間はもう今じゃ考えられないですけど朝10時から夜中に3時まで本当にこういね多分ココイチしてる人なら分かると思うんですけどね独立希望者で入社人は分かると思うんですけどこれ事実なんですよ本当に休みの日も掃除に行ってましたしでそういう経験3年間働いて、うん、でその時は確かオーナーは認めてくれてでココイチの 奥さんが必要だとオーナーが言われてココイチが主催するお見合いパーティーに行ったんですよそれ相手もココイチのバイトさんだったりみんながその時どんかやろな50名ぐらい来てたのかな、うん、全部お見合いパーティーがあってそこで振られたんですよねなんか本当にお見合いみたいな感じででああなんか結婚もできそうにないなってそのなんていうかな 優先順位が下が下るんですよあこの人を独立させようという本部も結婚したい人から結構独立させていくんでその時にあ結婚したいかどうかなその時に自分に取ったとった時にあ結婚その時23か4か,かなあーあーいやーもう結婚じゃないなーってなんかよしもうその時の共同オーナーオーナーが2人いたんですけどもう一人の人がその人ね何やったかな NCC かなんかのエンジニアだってドイツとかいろんな国に行ったりしてた人なんですよ昔。うん、で海外とかずっと行っててでよく海外の話されててねあ楽しそうだなーっていうのがあってその時にいや俺ももう今のうちにちょっと海外行ってみたいと思ってもう3年ぐらい高1でその地獄の日々を送ってたんですけどいやもうこれ独立できねえなーってちょっと 思っってしまったんですよねオーナーになるまで10年とかざらにいるんでオーナーになるまでその独立権をもらうまでにでその時3年経過してうわもうあと7年とかもう分からないなってもうそこで挫折したんですよねでえー、英語できその時本当に俺偏差値が一番低い高校に行ってるんでスポーツ特待で行ったんで ABC 英語の授業とか多分なかったんですよ高校の頃だから 英語をちょっと学ばなくちゃいけないと思って、その時愛知県に行ったんですけど、まあ、新宿の、まあ、一番厳しい学校と言われてるとこに行って、1年間英語を学んで、で、えー、海外に行ったんですよね。うん、そういう、まあ、日々があったんですけど、ちょっと話が逸れてるな。うん、だからフランチャイズにこだわる理由は、まあ、そういったフランチャイズのオーナーを見たり、えー、して、 ああ、羨ましいなって、こう人を育てて、人に、え、任せられるんだな、と思って。ただ、そのオリジナルの店例えば、その、料理人とかになったら、人に任せるのって絶対難しいと思うんですよ。そのスキル的に。しっかり教えてこうっていうのは。ただ、フランチャイズってね、ここ一例だと、いた人わかると思うんですけど、あれって、パックが送られてきて、それを煮込むだけなんですよ。 あと具材をこう煮詰めてる。だからもう素人でもできるように、あのーた、た、仕組み化されて単純化されてるんで、それがフランチャイズのいいとこなんですよね。人を教育して、あの、育てれば自分が抜けられる体制を作りやすいっていうのがあって。うん。だから、そういう人を育てれば抜けれるし、収入が入ってくるというね。 そういうの目の当たりずっと3年間したんで、うん、そういった意味でもフランチャイズをしたいなってこだわりるっていうかなんかしかもその時楽しかったしねフランチャイズココイチしてた時も、うん、そういった意味でフランチャイズはしてみたいというとこでもその後あのサンマルクとかも結局料理人として働いたというよりもサンマルクカフェとかそういう系列なんですけどまあフランチャイズですよね簡,簡素化され単純化さされれて単純 仕組み化されてる。そういったとこでしか働いたことないんで、今から料理人になって、なんか自分のか、作ってみるっていうのは、知識不足がもう、やばいと思うんで、それ無理なんです、はっきり言って。じゃあ自分ができるとしたらね、そのフランチャイズ関係ではずっと働いてきてるんで、こういうオーナーが成功してるなとかさ、その、こうしたらうまくいくなっていうのを目の当たりにずっとしてきてるんで、 うん、で、その時自分もね、あの、店長として、いい評価をもらって表彰を受けたりもしたんですよ。うん、だから、向いてないわけではないと思う,思うんで、そういった意味でフランチャイズをしてみたいと。ただ収入や人間関係とかなり難しいですよ。潰れる可能性が大ですと。これね、正論です。これね、飲食、えー、 5年以上生き残る飲食店は5%やったかな ?10% がちょっと忘れたけどね、かなり低いんですよ、これ、うん。だから言われてること、正しいですね。ただね、なんかの本で読みましたけど、飲食関係を経験してない人も結構ね、何割やったか忘れたか結構多いんですよ。でも飲食経験をしてない、してる自分からすると、絶対経験してもらうに難しいなっていうのは絶対あるんですよね。 というのは、その、まあ、いろんなクレームだったり、その、考え方ですよね。どっかで人にすぐに任せたり、軌道に乗る前に任せたりしたら絶対うまくいかないんですよ。これ経験からしても。絶対最初はもう、オーナーがずっと売り場に立たないとね、顧客離れが絶対加速するんで。まあ、まあ、ここでちょっと喋ったら長くなりすぎますけど、いろいろあるんですよ。うん、だから、 一概にその、難しい難しいってみんな言ってますけど、じゃあその、なんで潰れたかの原因もしっかり見ていくと、例えばね、病気も結構多いと思うんですよ。なんかかん、その、数字を忘れましたけど、病気で辞める人めちゃめちゃ多くて、知り合いにも実際その病気で辞めた人も多いですし、結局ね、飲食を始める人で年取ってからの人が多分多いんですよ。っていうことは、4 50で始めたとして、 病気にかかる可能性も高いんで、それで辞める可能性もあるし。だから、黒字だけど辞めたっていう人も絶対多いんですよ。仕事を辞める。仕事というか、店を閉店せざるを得ない。うん。だから、あと店を潰す。その、黒字だけど、なんかいろんなことにお金を使って、なんかうまくいかなかった。これが多分一番多いんですよね。 その自分の親戚もそうだったんんですよなんか外車買ったり結婚離婚繰り返したりこういうの結構聞くんですよあと趣味にお金使ったりだから本当に一生懸命やってその軌道に乗るまで、まあ、軌道に乗ってからもちょっと分からないですけど一生懸命働いてでなんかその結婚離婚繰り返したりなんか適当なことをしない会社にその外車とかが車を買ったりポンポン。 時資質が多いそういったなんか浪費するような行動をせずにあのしっかり一生懸命働いたけど潰れたっていう人の割合がちょっと数字が分からないんでだからこういう人たちが5年以上生き残れなかったのは何パーセントかっていうのは俺は知りたいですけどねだって5%以上生き残らないと言っても結構話聞いてると。 適当なことして潰れる人多いんですよね絶対だからそういった意味ではね自分今家計簿毎日つけてますし先月が4万円くらいだったかな月しか使ってなくてだから支質を抑えるっていうのは多分できると思うんですよまあ服を買ったりしますけどこれもいつも1000円以内ぐらいの服なんでうんだから結局支出が多い人って結局潰れて りりたらお金のやりくでりで苦労すするんですよね黒字化ちょっとした,し,したとしても支出が多いと企業赤字になるんで、うん、そういった意味でもそう私は思いますで人間関係はねあのー、俺辞めたところ1店舗だけうまくいかなかった時は6店他の6店舗ぐらいはうまくいきましたしあの帰り色紙をもらってまあ見せる機会がありましたら家で見せますけど 今一番いいいい店長だったっったたていうこう手手紙をもらったり、うんまあ、その下でではないと思うんですよめちゃめちゃうまいかと言ったらもっとすごい人はいっぱいいますしそこは自分ももっと人間関係をうまくやる学んでいかなくちゃいけないとは思うんですけど下手かどうかと言ったらもう下手の分類にはならないと思う普通より、うん、ちょっと自分で比較対象がないんですけどうんだから。 そこは大丈夫かなーって自分の中で思ってるんですけどね。まあ、これも自分の主観が入ってるんで、まあ、客観的意見を聞いてみないとわからないんですけど。うん。えー、で、それを、それも年取ってからだと人生復活の目も、と。うん。これもね、言われてること分かりますよ。年、年齢本当関係ありますからね。だから、このコメントからしても全部正しいというかね、なるほどね、と。 思いますねただ優しいね、このやっぱりご存知だと思いますがと。<laughs> ありがとうございます。あとまだ続きがありましたね。なんかもう一件、その後と。えー、と。なるほど。経験の先が将来の目標になることが多いので、ハゲメガさんが目指す方向は自然ですね。そこでハゲメガさんのフランチャイズの成功とは何ですか収入ですか立場ですか立場による 将来の伴侶ですかあと場所がかなり問題になってきますよ今どこもフランチャイズ展開するとこれは激戦区でそこじゃ食い合いだろうとツッコミを入れたいくらいそしてどちらかが潰れる私はハゲメガさんの伸ばすスキルは収入をアップさせる何かだと思います今の職場で管理職を目指すなりそうすると目標が変わってきたりします素敵な人に出会う可能性だって上がりますよちなみに私は去年20代の彼女と付き合いだしました 自分では全く好かれるような魅力はないと思うのですが、何か彼女は魅力的に見てくれているらしいです。本当に感謝、感謝ですと。これね、えー、シャドブリさん、俺ね、結構コメント見てもね、知的な方でいや、魅力十分あると思いますよ。なんかこう、コメントからは結構わかるんですよ。あ思いやりがある人だなって、ところどころでねあ、あの、人が不愉快にならないように配慮されたり、コメントからも、 なんか思いやりがある人だなっていうのは本当に伝わってくるんでそこは本当に魅力あると思いますもうコメントからでも分かります俺は、うん、という部分でちょっと話を戻すと、うん、経験の先が目標になることは成功とは何ですか自分の成功はね自分が楽しく過ごせる状況をっていうのが成功これはもう間違いないです俺の中でだから収入じゃないですね 収入は自分が楽しく過ごすために必要ならそれは収入も必要ですけどじゃあ例えば収入が15万でも楽しく過ごせるなら15万でいいっていうのが自分の考えですだから収入を増やしたいというよりも楽しく過ごしたいっていうのが自分強いんで、うん、だから今の会社いろんな会社勤めてきましたけど結局会社だとね嫌な人と働かないといけないんですよそしたらこういうこと言うとね いやどの会社にもいますよと。うん、これ確かにいるんですよ、どの会社にも。だから、会社に属してる以上は嫌な人と働かないといけないんですよ。ただね、自分で経営すると、あの契約書というのがあって、あれ1年ごとにその人を解約することもできるんですよ。うん。 一生懸命やってない人はあんま契約更新しませんって言って首切られた人もいますけどそれが自分が全権その主導権を全100%持てるんでそういった意味ではねあの自分と価値観が合わない人は一緒に働かないことはすることはできるんでこれがやっぱり一番の理由です俺がやりた自分で何で会社をしたいか、うん、っていうとこですね だから成功とは何かと言ったら楽しく過ごしたいた楽しく過ごせる状況が作れた成功ですねだから収入じゃないです立場ですか立場って言われたらそうなのかもしれないですね自分がこう全権を持って、えー、自分コントロールできる状況になるってことですよね結局店長と言ってもね首にしたり簡単にできないんですようんだから そういういとこですよねその自分がコントロールできる状況を作る立場による将来の伴侶ですかこれもちょっとありますちょっとじゃなくて全然ありますねその出会いとかあればまあいいな,いいなと思いますしただこれに関してはねもし彼女ができて結婚したりしたらもうその後は関係なくなってくるんで結局やっぱり楽しい状況を作れるかどうかっていうのが1位ですね成功の定義は自分の中でであと場所がかなり問題になってきますよとこれ確かにそうですね だからそういった意味でもね、うん、今佐賀でやろうかあとその福岡も,もう具体的に言うと東区とかいろいろ区があるんですけどただ佐賀県自分今佐賀県に住んでるんですけど佐賀県の中でもねあのここ人いっぱいいるけどなんかうまくいきそうにないなっていうのは地元ではちょっとわかるんですよここ人集まりそうだけどなとか。だから福岡、ね で出店するととそんんななこいで人がいっぱいいるけどうまくいってないなっていうのがわからないんで佐賀県だとあここ結構中心部にあるけど潰れてるなこの何回何回も飲食ここ潰れてるなとか見かけるんで自転車とか行ってるとだからそういう利点もあるんですよね田舎でするということはあここ リッチーいいように見えてあんまり良くないようななとかなんか毎日通ってると見えてくるんですよねただ福岡だとちょっとえらい都心部だけど全然ここの場所いつも潰れてるなっていうのが分からないんでそういった意味でもね激戦区っていうのはね確かにそうなんですけどあの自分も自分のオーナーも高1の時のオーナーもねこれね面白い話で俺が勤めてた 緑区って名古屋市緑区ってあるんですけどそこ大通り沿いにあるんですよもう一番車が通るようなそこが3店舗経営されてたんですけど一番収入が、あのー、低いんですよで周りにライバル店とかもないんですけどで逆に田舎のとこいろんな周り飲食店もあるし田舎だし立地悪いよなと思うけど なんかめちゃめちゃ繁盛したり。だから何が原因かっていうのはね、もっとちょっと勉強しなくちゃいけないなっていうのはあるんですけど、専門的に。そこは確かに食い合いになったり、いろんな、もっと具体的に勉強しなくちゃいけないなって思いますね。で、今の職場で管理職を目指すなり、そうすると目標が変わってきたりしますと。これもうはっきりと言いますとね、うん、職場俺、一生やれるのは絶対無理ですね。 うか、ん、なんか本当にね自分があ違うなと思う人と一緒に働きたくないと思ってほんと働きたくないんですよ。でそういう今の佐賀店で今働いてますけどそこはね本当にいい人に出会,出会って今全然ここなら一生働いてもいいっていう気持ちなんですけど、うん、ただ前の店舗ではああやめたいなもう最悪やんって思ってたんで。 だから左右されるんですよね。今の店舗なら俺一生働いてもいいんですよ、正直。嫌な人いないし、いい人ばっかりだし。ただまた、じゃあ半年後、移動の可能性も全然ありますし、そうう移動した先にまた嫌なやつがいたり。嫌っていうか、俺にとって嫌ね。みんなにとっていい嫌なやつかわからないですけど。だからそういうことが起きるんで、会社で働いてると。だから、やっぱり自分で会社を持ちたいというところですね。えー。 これ20代の彼女と付き合いだしましたと。やっぱりね、シャトブリさんみたいに思いやりがある人っていうのはやっぱりできるんじゃないですかかなり今上から目線で言いましたけど。できない、できてない俺が言うのは説得力ないかもしれないですけど、ただ思いやりがあるっていうのは伝わるんで、はい。えー、でかなり本気だということが分かりましたと。 行動力は今で言うと自分の頭で考えて誰かに借金してすぐにフランチャイズに挑戦すること。お金がないからと言ってればずるずると引き延ばしになって何も達成されません。本当に成功する自信があるんですよね。それなら借金も計画的に返せます。自信があれば大丈夫です。時間は有限です。今の仕事が嫌なら辞めるのも悔いはあまりないと思います。というところですね。うん。これで言うと、これね、すぐに挑戦すること。 これね今までパッと行動してねやめたり、えー、アメリカ行ったりこれね一概にはこれは言えないと思うんですうんズルズル引き延ばしになっても達成されませんとこれね明確になってるから引き延ばしてる状況にはなってますね正直お金がないからっていうのはちょっと違いますよね 確かにだってもう焼き鳥大吉だと今すぐでもできるんであできるって言ってもねやっぱりもできてもその1年間ぐらいのねもしうまく軌道に乗るまでのお金って絶対必要なんでそこでまた失敗してまたお金を最初から貯めるっていう状況に陥る可能性あるんでやっぱ6700万ぐらいは自分の中では必要かなと思ってるんでうんだから。 引き延ばしするというかひとまず600、700万俺の中でも貯めようと決めてるんで600、700万貯めても行動してないならそれはなんかずるずる引き延ばしになってるか,かもしれないんですけど前の動画でも最初の辺の動画で言ってますけどもう600万ぐらい貯めるとは決めてるんで600、700万ぐらいはうん本当に成功する自信があるんですよねとこれもね 自信があるっていうのは、まあ、事実なんですけどその何て言うのかなこれもね漠然とし自信があるって言ってるだけなんでやっぱり客観的に見てもっと具体性がないよなとか自分でも感じるんでだからすぐに借金し計画的に返せますというのはこれちょっと違うんじゃないかなと自信があるから計画的に返せるかって言ったら。 いやもっと具体的にしなくちゃいけないしひとまず6700万俺の中で計算すると貯めなくちゃいけないんでそこまではしっかりとちょっとね辛抱して金は貯めます今までパッとやめて工程して失敗してるんでうん時間は有限ですとこれもうその通りですよこれ本当に重いんですよだってもう10年後50ですよ50で言って体がもう動かなくなってきますよ それは本当分かってるんですよ。うん。だから50で始めて無理ですよ。ただね、あと1、2年貯めるのを渋ってね、ああ我慢できない、もう今の仕事が嫌やめてはっていうのもちょっと違うと思うんですよね。1, あと1、2年はしっかり金貯めて、その上で行動する。もう1、2年は犠牲にしてもいい、しょうがないのかなって、もう今更焦っても。っていう考えです。今の仕事が嫌なら辞めるのも悔いはないと思いますと。 うん、悔いはないと思います、今の仕事辞めても正直。ただ、ぱっと行動するべきなのかなというところで、まあ、やっぱりここはもう1、2年ぐらいなら辛抱して、もうちょっとしっかりお金貯めた方がいいのかなというのが今の現状的考えですね、うんはい。ちょっと長くなってきてますけど、まあ、常連様なんでね、しっかりと自分の考えを。僕も年齢は関係ないと思ってますよ、ただ、あなたの目標までの戦略計画,計画は弱すぎます。 僕はあなたが早く確実に金持ちかわいい彼女をゲットできる方法を考え出しました戦略計画がしょぼいと大谷ですら失敗してますもし大谷が無戦略で人気球団のヤンキースやレッドソックス巨人ソフトバンクスを選んでたら今の大谷はあると思いますか二刀流が許されたと思いますかえー、でそのあとなかったかなっていうとこですねうんこれね なんか、矢ナさん、今回はなんか、ツンツンしてる印象は受けましたね。いつもなんか、思いやりがある感じなんですけど。<laughs> ただね、これ、矢ナさんには反論しますけどね。計戦略計画が弱すぎますと。これ、俺ね、なんとかすぎるっていう言葉はね、ちょっと反論、反発したくなるんですよ。前も、なんかで反発したことありますけど、なんなんすぎるっていうのはね、 英語で言うと、比較級なんですよ。比較してる。better とかね、worse とか、より悪いとか、よりいいとか。これ、比較級って言って、比較してるんですよ。俺、比較されることは好きではないんです。はっきり言うと。何かと比較されたり。うん。比較、人と比較することっていうのは、なんか俺、一番かっこ悪いことだ、自分の中で思ってるんで。まあ、その現状を確認のために人と比較するのはいいんですけど、自分の中に自信があるという部分は、 人それぞれ違うんで人と比較することその悪い部分もいい部分もねそれも含めてその人のかいいいいというかその人のパーソナリティなんであのじゃ成功できませんでしたと人生最後までそれはそれでその人の人生なんで人と比較する必要はないと思うっていうのが自分の考えなんで成功の定義も人それぞれですよね。 給料15万でもその人が幸せと思えばそれは幸せなんであの必ずしもね経営者が偉いとかね低収入のサラリーマンが偉くないとかそういう全然思わないんですよ低収入15万のサラリーマンでもねその人が幸せと思ったらそれ人生大成功ですよだからうちの父親とか土木作業員で毎日楽しそうにしてあの俺の母親と毎日パチンコ あの休みの日は行ってて幸せそそうなんですそれ大成功だと思うんですよ俺からしたらら、うん、だからその行動にしても何にしても人と比較するっていうのはね、うん、俺の中でその現状維持現状分析とかそういう分析そういった大まかに見るといろんなことは人と比較するのことは大事だと思うんですけど自分のその大事な 哲学かな哲学ちょっとわからないですけど人と、うん、比較するっていうのが好きじゃないですね本心のとこにあるだから過ぎるっていう言葉を使ってしまうとえ誰と比較しての弱すぎるなの戦略系化が弱すぎる結局具体的に言うとまず戦略を練る段階じゃないんでまあ、動画見てもらえればわかりますけど今色々と調べてる段階で そそれをサボっててる段階ななんんでででこに到達できてないんですよ俺今そうだから弱すぎますっていう必要はあるのかなっていうのが俺の中でちょっとありましてしかも弱すぎるって何か攻撃的な言い方ですよねこれ弱すぎますとかうんだからすぎるっていうのは比較級あんまり好きじゃないんですこれ言われた時にえー、で戦略計画がしょぼいと大谷ですら失敗してますと。 うん確かに戦略は大事だし、その、日ハム選んだり、最初エンジェルス、エンゼルスを選んだり、まあ、確かに頭が、間違いなく大谷さんはめちゃめちゃ頭が良くて、いや、多分俺たちが考えられないぐらい頭いい人だと思うんですよ、ここまで成功でき、今、世界一のスポーツ選手にと言っても過言じゃないぐらいの人なんで。うん ただ、ただなん、なんていうのかな、その戦略性の大事さを言われてるんで、まあ、確かにそうだとは思うんですけど、ただ、戦略なしでも成功してる人は、実際にいっぱいいるっていうのは思います。その後の構造で、あのー、なんていうのか、節制できる人だったり、本当にその仕事が好きで。 ボッかトその仕事を好きかどうかっていうのもめちゃめちゃハゲてるの喋りながらでも大事でその戦略はなくてもねその仕事を好きなら成功してる人って絶対いっぱいいると思うんですよ戦略なしでも結局好きっていうのは戦略を上回ったりするんでそれをけ結局ねあのテッドミーティングっていうテッドのめちゃめちゃ すごい人がいっぱい出るやつであって、グリッドっていう言葉があって、それ、成功者の定義をめっちゃ分析した人がいて、で、当てはまったことが一つあって、うん、それグリッドって言って、継続する人が結局、言ってて、だから、 いろいろ調べたらテッそのテッドのやつでグリッドっていう検索したら出てくると思うんですけどまあいろんな本も出てますけど成功者の定義の中でもう一番発見されてるのがグリッドなんですよ。これは別に知能が高いとか IQ が高いとかなんかいろいろな要素が成功者の当てはまってなかったんですよ。 そこで当てはまってたのはグリッドって言って継続する力。これが成功には一番当てはまってる。一番重要な要素だっていうのがもう調べられて出てるんですよ。うん、だから継続するっていうのが、じゃどう、なんで継続できるかって言ったら好きっていうのが一番強いんですよ、絶対。好きだとやっぱり継続しやすいんで。うん。だから戦略も大事なんですけど、自分の中で 好き何が好きかっていうのを明確にするっていうのは大事かなと継続結局経営を始めた後も継続しなしすることが成功する一番の要因っていうのは分かってるんでじゃあ好きを仕事にした方が絶対いいと思うんであとはまあ将来的にそれがあの時代の流れに沿ってるかっていうのも大事なんですまあいろんなことを含めた上で好きその仕事好きか 継続できるかっていうのを一番例えばじゃあコンビニを始めますとそしたらね絶対コンビニって廃棄が多くなるんでじゃあコンビニ飯をいつも食えるかとその節制するためにあそれ難しいよなとかじゃあ飲食店だといろんなご飯が処分されますとじゃあ焼き鳥鶏肉鶏肉だとね俺全然筋肉のためにもいいしあのー。 いろんなことで取りていいんでああじゃあ続けれそうだなとかまあそんないろんな視点で継続できるかっていうのが俺の中でキーポイントなんですよだって俺の中で別に収入がね月10万でも全然いいんですよ好きな仕事であればだからそういった目線で俺は今ずっと仕事っていうかそのフランチャイズしたいのを探してますねだから戦略も大事なんですけど結局そのテッドミーティングでも言ったように継続したらね 結果も徐々に出てきたりするんで、うん、まずは自分が好きかどうかをしっかりと調べあるかどうかを調べるでそこに今後の時代に沿ってるかどうかっていうのも大事だと思いますね、うん、だからいろんなタイプがいると思うんですよ戦略をしっかり練ってだから戦略を練るっていうのはもうめちゃめちゃ大成功したい人が戦略が必要なのかもしれないですね でも俺って結構その一般的論から見ると大成功したいかって言うと多分大成功したいわけじゃないんですよね。別に収入10万ぐらいでもいいんであのー、自分が楽しく過ごせるかどうかが重要なんで収入が10万15万,万でも毎日過ごす楽しく過ごせるなら、あのー、全然いいんでそういった意味でも戦略よりも持続性の方が重要なのかもしれないですね。だから 目指すすところが人によって違うのかもしれないです大成功したい人なら絶対戦略ヤナさんが言っている通り戦略はもちろん大事になってきますしだからちょっと、うん、俺の場合は違うかもしれないですその大成功というかもう100店舗300店舗の大社長になるとかそういう今のじじ時点では違うんでこれが軌道に乗って考えが変わってきたら違うのかもしれないですけどそれは。 心の中ねどっかには何店舗もオーナーになりたいっていうのはありますけど今現時点で別に楽しく過ごしたいっていうのがある1店舗でも、うん、別に収入が10万でも楽しく過ごしたいっていうのがあるんでその先に2店舗3店舗目が見えてきたらいいなと思うぐらいなんでっていうとこですよね、まあ、ただや田さんに反論するのは心が痛いだっていつも本当にいい言葉をいただいたり えー、いつも動画見てくださったりこれは本当にただね忖度はしちゃいけないと思うんですよ一矢野さんって言ったらね俺の中で一番感謝してる人なんですよ多分一番最初にコメントしてくれた人じゃないかなぐらいの人なんでだからまあ思いやりのあって言葉なんで全く不愉快さはないですしむしろいつもありがとうございますとただ俺はどんな人にも反論するっていうのがポリシーとしてそこで忖度して 常連まで一番好きな人だから反論しないって言ったらなんかそれは違うんじゃないかなと俺の人生観哲学としてねだからちょっと反論っぽくなってしまいましたけどうんただ俺はどんな人にもね自分の考えは言いたいタイプなんですよね、うん、俺はそう感じました今回というところで、えー、今回、うん、コメントしてくださったヤナさんシャトブリ様 矢菜様シャトブリ様本当にありがとうございますいつもコメントありがとうございますただ俺もサボってるのは認めますやる気が出てないいつもありがとうございます